皆さん、こんにちは、アンナでーす。はい、ということで、今日は仕事前日のお風呂上がりの私のスキンケアを動画にしてみようかなって思ったんですけど、なんせ今お風呂上がりって顔何も塗ってない状態だし、なんかまあスキンケア他にもいろいろやりたいことあるから、パパパパパパーっていきまーす。はい、それではスキンケア、レッツゴー。とりあえず一旦髪の毛を乾かします。それは長いのでカットします。疲れた。はい、ということで乾かし終わりました。とりあえず、まあ、洗顔はお風呂でしてきちゃったので、洗顔は今はこれを使ってます。違う、もう多分落ち方が絶対違うよね。こう？こう？全然見えなくない？な、これ何？ミノンアミノモイスト、ミノンアミノモイストジェントルウォッシュホイップ。その後は髪の毛鬼邪魔なんだけど、どうすればいい？これ止めた方がいいかな。はい、あ、かわいいじゃん、かわいいかわいい。夏はこのボディショップの、何これ、洗い流すフェイスマスクを割と使ってます。ヒマラヤンピューリファインググローマスクを使っているんだけど、これは結構パツンパツンになるから、顔面がなんか本当に脂質やばーっていう時に使ってます。保湿したいなって時は最近これはゲットしたんですけどね。この毛、これ何、これはフェイスボディマスクビューティースリープ、これはラッシュですね。これを使ってます。なのでこれを塗っていこうと思う。なんかね、こういう感じ、かわいい、めっちゃいい匂いなんだよこれ。好きな色紫だから嬉しい。まあこれを塗っていって、10分、嘘かな、何分だったっけ、じゃ、嘘じゃなかった、10分15分置いてぬるま湯でマッサージしながら洗い流してください。まあ塗っていきます。かわいい、本当に全然見えねえじゃん、びっくりしたわ。こういうの初めてだから、お前塗るの下手だなとか言われたらどうしよう。塗るのに下手もうまいもねえだろきっとね。大丈夫大丈夫。ラッシュのね、シャンプーとトリートメントは使ってたんだよね。なんかいい匂いやから、なんとかアメリカンみたいなピザの名前だな。なんかアメリカン、アメリケーヌ、アメリケーヌは違えわ、パスタだわそれ。まためっちゃ食いちゃってるみたいな、びっくりした。見るのとさ、カメラで見るのとさ全然違ってびっくりしたわ。誰かと思った。だから10分ってどうやってさ待てばいいの。10分待ってる間もずっとカメラ回しといた方がいいのかな。もう YouTube のルールが分かんねえわ。ルールなんかないのか。それが YouTube、 こんな感じです。はい、ここから10分どうしよう、歌う？ I believe, I believe いつかいつか後悔するほど綺麗になって見返せる時が来るかなんだから。今ね、これさ本当に10分やる？どうだい、これ風呂開けた方がさ響くよね。今なんじゃない、メラメラとたぎれ、こんな僕にも潜む正義がどうしようもない、衝動に駆られて。あんま変わんなかったわ。ほら気づきは手を握っている。スキンケアは喉が渇くから水を持ってきた。 My best friend、 もう一度、もう一度ついちゃった、ごめん本当に、それはごめんね。もう一度、多分ね10分15分経ったと思います。落とします、クリームっぽい感じ。ああ落ちたね、眉毛なんか変な感じかみたいな感じになってる。どうしたん？ねえほら下手くそ、見て見て、見える見える、もう下手くそなんですよ本当に。え、わかるかな、このなんかね透明感が出るんですよ、透明感が。え、わかる、わかる、なんかなんかもっちもちのすっぺすべよ、逆やわ、すっぺすべのもっちもちよほらほら、わかるくない。そしたらちょっとそといくよ。導入化粧水と化粧水と顔を塗っていきます。 CNP P ブースター、導入化粧水です。で
塗ってきます。え、こういうのってさ、コットンにつけて塗った方がいいのかな、わかんない。いいんじゃない、自分の手だから。塗った後はこの、うわ全部韓国語だから読めねえんだが、やめてやめて。さっきのと多分仲間だね、 CNP だから。この黄色の CNP 使ってます。この角度めっちゃ盛れる、たくさんスクショしといて。これを、これはスプレーなんですけど、スプレーしていきます。適当です。シワ寄なくなれ、シワ寄なくなれ。で、化粧水を塗った後に、私は今ニキビができているんですけど、ニキビはニキビの種類によって薬を変えています。2種類薬を使っていて、1種類目はこのダラシンゲルっていう、これです。これは中学生の時にもう本当に体荒れがひどくて、皮膚科でもらった、初めてもらった薬を今でも処方してもらって使っています。油めっちゃ含んでそう、このニキビっていうニキビに使ってます。汗かくからね、ちゃんとピンポイントでニキビに塗るようにしている。で、私はちなみにちっちゃい、超ちっちゃいニキビにも薬を塗っていきます。で、もう一つは、これは普通に薬局で売ってます、ヘアアクネクリームダブル。これこういうところとか口周り、私ね、ここによくねニキビができるんですよ、ここ。これはこっちの薬はね、ニキビができ始めたところとかにも使っている。これマジでさ、めっちゃこんだけ喋っといてさ、使い方全然違うからなみたいなコメント来たらどうしよう。いいんだよ、私はこれで治ってきたから、みたいな感じです。あとはこの、これ、これは最近ゲッツした、元気なまつげでいてほしい。私はまつげには元気でいてほしいの。これでもマスカラみたいな感じで塗れるからいいよね。はい、みたいな感じでお風呂上がりにこうやっていろいろ塗ってます。で、まぁ、ちょっとあれなん、今まだ薬塗ったばっかりだから塗らないけど、このめっちゃ使ってる感満載な感じでごめんな。これはシカクリーム、有名だよね。私これいただくまで全然知らなかったんだけど、ベタベタしないからちょっと手に出すと緑透明っぽい色なんですけど、これを塗ってます。でも薬塗ってないところに、肌荒れめっちゃひどかった私が気づいたのは、とりあえず保湿ってめっちゃ大事なんだけど、まあ肌質とかあるから一回皮膚科に行った方がいい本当に肌荒れで悩んでる人は。で、そこからお医者さんとちゃんと相談しながら、自分に合った薬とか、自分に合った保湿方法、自分に合った洗顔方法とかを決めるのが一番いいと思う。まあ参考になるかわからないですけど、まあ私はこういうものを使っていますよっていう感じです、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。早くキスしちゃうよね、軽い女だと思わないで、そういうことじゃないから。